アルブレヒト・ダニエル・サー1929年の10、ライヒ・マルクシ兵アルブレヒト・ダニエル・テアは、ドイツの農学者である。ハノーファー近くのセルスに生まれた。父親は、ザクセン出身の旧定位で、母親は、修税受け負い人の娘である。ゲッティンゲン大学で医学を学び、セルスで開業した。1786年に、貴族の娘と結婚した。家の庭で、 花を栽培するのを楽しみとし、次第に農業に関心を持った。16エーカーの土地を買い、珍しい植物を育て、美しい遊歩道や、美しい果樹園は人々を引きつけた。多くの植物の栽培に成功し、さらに広い土地を購入する刺激となった。医者を辞めて農業に専念するつもりになっていたが、イギリスを常時三世に医師として招かれる栄養を得た。 ことで、しばらく医師を続けたが、実験農場を作り、農学に分野に移っていった。牧草や根菜類の栽培法の改良を行い、特に当時は、栽培に反対する、人々の多かったジャガイモの栽培の擁護者となった。1798年に執筆した3巻の著作、アインライトンツア・ケントニス・デアンディション、ランドワース・チャルファットは、イギリスやドイツで受け入れられ、 農学者としての評価が高まった。1802年にセルスに実験農園を開き、農業者の教育施設を作った。現在は低野公園になっている。添削の導入などによって穀物の収量を増大させた。実験農園を多くの有力者が訪れた。プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム3世は、低野がプロイセンに住むことを望み、 アカデミーの設立、王室諮問館への任命、400栄館の土地の提供などの条件で勧誘した。提案はそれを受け入れ1804年にセルスからベルリンに移った。モージェリン農学アカデミーを設立した。1819年にプロイセン王立農業アカデミーに改祖された。1910年にベルリン大学の教授に任じられた。八百十一年に ライプツィヒ農学会の名誉会員となった。息子のアルブレヒト・フィリップ・テイア、孫のアルブレヒト・コンラート・テイアも農学者として知られている。1929年の10・ライヒス・マルク紙幣に肖像が描かれ、1977年に東ドイツで記念切手が発行され、2002年にも生誕250年を記念して記念切手が発行された。ありがとうございます。